強い、可愛い、すなわち無敵。見よ、最強の進化を遂げた我が輩の新たな姿を。これぞ名付けてめちゃくちゃ可愛いモード。さあマスター、我が輩に普通の女の子の振る舞いや言葉遣いを教えてくれ。独り言を言っているな。そういうのはいいから、さっさと我が輩を部屋に運び込むがいい。乙女に向かって重いとは失礼な。そうだそうだぞマスター、我が輩は人形としてマスターに可愛がってほしいのだ。さすがはマスターである。先ほどの失言をフォローしようとしてくれているのだな。まだ何か考えているな。余計なことは考えなくてよいのだ。さ、そのまま我が輩を。待たせたな、マスター。わが、はい、さん、じょう。今日も、わが輩の使用実験に付き合ってほしい。お手数をかけるが、他に頼める者もいないのでな。今日も我が輩に教えてほしい、普通の女の子らしさを、健全で平凡な人間の営みというものを。見るがいい、我が輩は超優秀なゴーレムなので、ちゃんと前回の反省を生かして己をアップデートしてきた。人間の女は好きな男と会うときは精一杯におしゃれをする。我が輩はそう学習した。ゆえにこうして昨日おしゃれのお店で一日中うんうんうなりながら選んだ可愛い衣装を着てきたのである。とくとご老次郎、これぞドッカン団の最終兵器、イラクリオンの新形態、名付けてめちゃくちゃ可愛いモード。称賛するがいい、我が輩のけなげな努力を。そして褒めるがいい、イラクリちゃんは可愛いねと。ぬ、返事がないな。あれマスター、まだ来てないのであるか。我が輩ちゃんと待ち合わせ時間ぴったりに来たはずであるが。あれあれ、日にちや時間を間違えた。いいな、そんなことは高性能な我が輩にはありえぬ。そしてマスターは性格上デートに遅刻などしない。いいな、もちろんこれはデートではなく単なる使用実験という建前だが、マスターはデートに遅刻したりすっぽかしたりして女子を悲しませるような真似はしないはず。我が輩はそう信じている。つまりどういうこと。あー、いかん、混乱してきた。どこからかマスターの声が。どこであるマスター、我が輩はここだぞ、姿を見せてほしい。貴様は、マスターなのか。いいな、あの
よくわからんのだが。マスター、何故そのような珍奇な格好をしておる？解析中、解析中。いな、単にノリでそれっぽいことを言っているだけである。我が輩もマスターのことがチュッキくではないわ、両替者。これはどういう了見である？我が輩あんまり頭が良くないので、わかりやすく説明してほしい。どうして貴様はロボットみたいな見た目をしておる？これはどういう、もしかして我が輩うざかった？我が輩のことが嫌いになってしまったのか？マスター、だからこのように我が輩が嫌いなロボットの仮装をして。逆とは？そういうことではないのか？マスター、我が輩のことが嫌いになっちゃったのでは？我が輩の好み？ロボではなくゴーレム。なるほど、確かに今のマスターはどことなく以前の我が輩に似た姿をしているが、だがなぜそのようなことを？そんな風に全身を金属で覆っていたら重くて動きにくいであろう。お肌がかぶれたりするかもしれぬし。あ、つまりマスターは、マスターは我が輩に可愛いと思われたくて？マスター、そうなのか？信じてもいいのか？マスターは仕方なく我が輩に付き合ってくれているのではなく、望んでデートをしてくれているのだと。そう思っても良いのか？我らは同じ気持ちだと。言ってくれるのだ。ええ、嬉しすぎて幸せすぎて我が輩、我が輩。あれ、マスター、いつの間にどうしたのである？我が輩ずっと独り言をしてたみたいで恥ずかしい。マスター、我が輩デートがしてみたいのだが。なんだか我が輩マスターのことが気になって気になって仕方がないのだ。気になるということはすなわち恋、そうだろう？小さなことは気にするな。マスターも我が輩を大事に思っているということは、我々はもうすでに恋仲だったということだな。皆まで言う必要はないぞ。マスターの気持ちはしっかり骨の髄まで染み込んでいるからな。早速デートに出かけたいのだが、デートとは具体的には何をするのだ？心に響くいい言葉だ。デートを通して互いのことを知り仲を深め合うという解釈で合っているだろうか？
ならばマスター、我が輩はやはりデートをしたい。普通で健全で一般的なデートをマスターとしてみたいぞ。本当か。ならばその日までにデートについて学び、己をアップデートせねばな。ノット、こうしてはいられないな。早速学習を開始せねばなるまい。マスター、デート楽しみにしているからな。って声言ってしまったのである。マスター、今回はなんだかいろいろ噛み合わぬな。また吹き飛ばしてしまうところだった。もうもう、どこへ行っていたのである。我が輩を寂しがらせるなんてマスターの意地悪さ。でも無事なようでよかったのである。はあ、ほっとした。お、おい、何これ、新種の挨拶？ごめんマスター、我が輩まだ人間の文化については不勉強なので、この挨拶よく知らない。うむ、女の子は柔らかいものなので。以前はよく一人寝を寂しがるドクター・グローリア殿を抱っこして眠っていたのだが、その度に小さくて柔らかなあの子を潰してしまいそうで怖くて。でもあれこそが女性というものなのだと、屈強な男やゴーレムが守るべき愛おしい存在なのだと、そう学習したので、我が輩も柔らかめに。マスター、父を揉むな。変な声が出ちゃってうまく喋れぬ。何、どうしちゃったのマスター。いや、我が輩はボタンを押すと美味しいドリンクが出るタイプのゴーレムではあるのだが、さすがにこんな公衆の面前で。ダダをこねるな、みっともない。喉が渇いたのであるか。おっぱいは無理だけども、この近くに美味しい喫茶店を見つけてあるから。あ、って、あれ、マスター、またいなくなってしまったのであるか。なんなのである、わけがわからん。今日のマスターは、いいな、今日のデートはおかしい。
何か嫌な感じがする。背筋がゾワゾワする。風邪か。でも我が輩そういう病気とかしないゴーレムだし。ヒャン、びっくりした。急に背後から抱きついてくるな。相手がマスターでなければ反射的に殴り殺しておったぞ。俺？いや、あんまり抱きしめるな。せっかく調達した可愛いお洋服がシワになっちゃうから。ん？どういうことである？ん？どうしてわざわざホテルに泊まる必要がある？すぐそこに特鉄隊の寮があるのに。な、もしかして眠いのであるか、マスター。ははーん、さてはデートが楽しみすぎて眠れなかったのであろう。我が輩もね、別に睡眠は必要ないタイプのゴーレムだけど、いろいろ妄想とかしてたら気がついたら朝になって。の、戦闘任務でもないのに必要なかろう。むしろ我が輩普段から馬力がありすぎるので、鉄分注入されると道を歩くだけであちこち壊してしまうし。だがそれだと普通のデートにならぬであろう。おかしなこと言うな、マスターは。我が輩の目的は普通の人間らしさを学ぶことである。そのための使用実験、そのためのデートである。なのに街を壊しながら歩くとか普通の人間らしからぬ振る舞いをしてしまったら本末転倒ではないか。大丈夫か、マスター。なんだかずっと言ってることが変だぞ。だから普通に可愛い小物が売ってるお店でお買い物したり、あ、ペットショップやお花屋さんにもよく行くな。時間があったら人類の文化を学ぶため映画とかも見る。我が輩のお気に入りは動物さんが出るやつ。毎回号泣する。でもそんな風に何か特別なことをするのはむしろ稀で、基本的にはのほほんと手つないでお散歩するだけであるな。でも我が輩そういうなんでもない時間が一番好き。のっ、びっくりした。急に大声を出すな、マスター。我が輩びっくりすると爆発したりするので。おお、ここがいわゆる男女がエッチな営みをするためのホテルか。ああ、初めて来たぞこういう場所には。勉強になるな。マスターはいつも我が輩にいろんなことを教えてくれる。あ、我が輩かわいい。嬉しい。当然だがな、マスターに可愛いと思ってもらえるために我が輩いっぱい努力をしているのである。うむ、よくわからんが。かっこいいな、マスター。マスターの夢とは？聞こえておらぬのか。疲れておるようだな、マスター。いつも我が輩たちのために走り回ってご苦労様。こんな風にもともとは敵だった我が輩にすら優しくしてくれて、
本当に感謝しておる。そんなマスターを心から称賛したい。そしてできれば我が輩がそんなマスターを癒してあげたい。我が輩は本来は悪の組織の兵器、戦闘マシーンである。だからこんな物言いは変でふさわしくないのかもしれぬが、我が輩は壊すことしかできなかったからこそ、こうして人を癒せるのがとても嬉しいのである。昔こうして甘えん坊なドクター・グローリア殿を抱っこしてあげたな。くすぐってあげるとキャッキャと声を上げて喜んでくれて可愛かったな。いや、もちろん今でも最高に可愛いが、守らねばと思ったあの子の笑顔を壊してしまうことなく、この愛しい子を守らねばと、その気持ちは今でも変わらぬ。それこそが我が輩の夢、我が輩の生きる意味である。それは悪の組織のゴーレムに対しては悪口であるぞ。でもありがとう、褒めてくれて、認めてくれて。そんな風に言ってくれるマスターこそ優しいいい子である。よしよし、いい子いい子。うむ、今日は我が輩をママと思ってもよい。ゴーレムとは胎児という意味。赤ちゃんがお母さんぶるのはおかしな話であるが、もともと我が輩の存在そのものがおかしいのだから問題なし。おかしいものをおかしいまま受け入れてくれる優しいマスターと出会えて、我が輩は本当に幸せ者だな。生まれて生きていてよかった。なにどうした急に。敵襲か、我が輩の後ろに下がっていろマスター。おかしなことばかり言うと思ったら、そうかそうか、戦闘員どもがマスターになりすましていたのか。そして我が輩の父を揉んだり抱きついたりして。うむ、ありがとう。やはり新型はいい子であるな。おー、よしよし、我が輩の後ろに隠れていろ。守ってやるからな。さあ、愚か者ども、神か仏に祈るがよい。機械を救ってくれる神仏がいるかどうかは知らんがなー。
まったくもう。すぐに気づかぬ我が輩も我が輩だが、マスターもそんな簡単に戦闘員ごときに手玉に取られないでほしい。ふふ、まあ腐っても悪の組織の一員だったのでな。次？今回はこんな散々な結果になってしまったのに、また我が輩とデートしてくれるのか？望むとも、まだまだ我が輩学び足りないのである。人の性というものを味わい足りないのである。たとえ貴様が嫌だと言っても、無理やりでも付き合ってもらうぞ。悔やむなら、我が輩のようなわけのわからん生き物を列車に乗せた、己の判断を悔やむがいい。子供扱いするな、恥ずかしい。これではデートではなく家族の団らんのようではないか。にゅ、そんなコメディアンみたいな感じではなく、普通に女の子として評価してほしいのであるが。